いやーにしても、1たす1を間違えるなんてお兄ちゃんだからな。あれはただ普通に忘れてたんだよ。いやー忘れてたって言えるなんたらね。まあね。授業の時間だ。集合してくだせー。はーい。では授業の時間だ。揃ったか？揃いましたー。てか二人しかいないから、揃ったかっていう必要ないか。それはありますね。とりあえず授業を始めましょうよ。お、今回は手に真面目なないか。そうかなー。お兄ちゃんどうしたの？さっきから様子おかしいけど。いやだから何もないって。それでは授業を始めます。防具8000系1、これを答えろ。ふむふむ。え？何その問題？私いるの初めてなんだけど。てかこれお兄ちゃんわかるの？連立方程式だから解けるかもしれないぞ。連立方程式って何？簡単に言うと、同義に成立している方程式だ。解き方はいろいろあるぞ。間違えたら許さないけどな。おらん。とりあえず内容法で解いてみるか？加減法が良いのか？よし、今回は内容法で解いてみよっと。てルーカ等部発展系1、1たす1を間違えたくせに連立方程式はできるのか？あれは本当にド忘れしてただけです。ド忘れの癖だすのに。y も値、あぶね、ミスってた。何年授業受けてる？これ、7x プラス5、y イコール11を何ルーすればいいのかな？やばい普通に分けはため状態なんだけど。道具8000系2にはまだ早い問題だな。なのね、見たことないもん。おはげさん、解けました。今なんて？もう一回言ってごらん。何のことがあってゲスンゲスン。マルヒー先生、どうしました？うわぁ。担当発表してなのに襲われてくさ。さて、気を取り直して回答が出たので発表します。答えは X が2。y がマイナス5、でいいのかな？オッケー、正解だ。許してやろう。許す前にギタギタにされてるんですけど、とりあえず正解してよかったわ。1たす1、解けなかった。兄ちゃんが連立なんちゃらを解いたった。すごいね。これも間違えたら俺、ズーキも餌にされる前に、マルヒー先生も餌になってしまうからな。あぶねえ。お兄ちゃんそもそも会社がね。お前もだろ。なあ、次は東部発展系にへ、問題だ。これを答えろ。ちょっと、何をこれ、解けなんじゃなんの？あ、そうな、マルヒー先生は普通じゃない問題、なしてくるんだった。とりあえず何か答えた方が良いぞ。あれ？お前も何ふざけてんねん。お前は、もう死んでいる。何？いやー。おい、妹よ。大丈夫か？早く逃げなきゃ。おっこらしょ。